おかっぱりのシーバスフィッシングからオフショアのビッグゲームまで海のルアーフィッシングをお届けするソルトドリーマー。今回の舞台は九州北西部に広がる世界有数の漁場玄界灘。対馬沖エリアで鈴木仁が夢を追う。今回ですね、まあ、九州玄界灘、まあ、平政キャスティングとかね、ブリジギングで何回も訪れてるんですけど、やっぱ今回もブリですよ。やっぱ寒ブリですよね。脂の乗ったね、美味しいブリが玄界灘で入ってきてるんで、まあ、ジギングで、まあ、できれば10キロオーバーをね狙っていければと思ってます。舞台は大型回遊魚の巣窟、冬の玄界灘。狙うは脂の乗り切った旬の寒ブリ。結構気難しいんですよ、ここのブリ。潮流れ次第、やっぱり群れが入った時で杭が立ってれば、やっぱりもうガンガンジグにアタックしてくるんですけど、例えばちょっとベイトが抜けちゃったり、あと水温の変化があったり潮が流れなかったりすると、やっぱりいるけど食わないんですよ。まあ今回基本的に速い釣りとスローな釣り、要はちょっとこうね、ハイピッチで活性を上げる釣りと、あとはいても食わないブリをいかに食わせるかって言って、スローでもうフォールで釣る釣りと、まあ、状況に合わせて、まあ、そのね、杭の渋いやつを、もしくはね、杭のいいやつをこうテンポよく狙っていければと思ってます。プロアングラー鈴木仁が冬の玄界灘を舞台にジギングで旬の寒ブリを狙うソルトドリーマー。今回は大都市福岡の灘漁港より出船。温暖化の影響か水温がまだ落ちきらず、これからがハイシーズンとなろう2023年1月中旬。今回は人気の遊漁船奈良丸を2日間チャーター。鈴木はメインタックル2本と抑えの2本の合計4本を持ち込んだ。午前7時9分灘漁港より出港。しけで出られない日が多い冬の玄界灘では珍しく、予定の2日間ともベタなぎという絶好の予報。港を出港してから約2時間ですかね。壱岐と対馬、あの向こうに見えてるのは対馬ですね、長崎県対馬。ちょっと対馬寄りの方の、かなり遠いポイントまで、走ってきました。水深は120-130メーターぐらいで、結構周りにね、遊漁船と、あとは、まあ、ブリを狙う漁師さんといろいろいますね。ちょっと深いところなんで、まあ、ジグも少し重めのサーディウェーバーロングの250で、なんかベイトは大きいブリはイカを食ってるみたいです。イワシを食ってるのはちょっと小さめのサイズが多くて、やっぱ大きめな、まあ、ブリクラスはやっぱりイカを捕食してるっていうんで、まあ、ちょっとグロー系を、まあ早い釣りっていうよりはちょっとスローな釣りですね。まあしゃくって、まあ、ロングダートとポールで見せるような感じでちょっと狙っていきたいと思います。一応目標は10キロオーバーということで、まあ、できれば12、3キロが釣れたら最高です。まあ、基本的には一回ボトム底を取ってからの釣りですね。まあ、潮タックルは、ロッドがオシアジガーリミテッドですね、B62-4 4番パワーに、リールがオシアジガーの 2000NR の HG ハイギアをセットしました。結構ね、やっぱりシャクルロッドの硬さ、あとリールのギア比っていうのは結構ね、この潮の流れにうまく合わないとやっぱりしゃくりにくいんで、まあ、水深的にはね4番パワーで十分いけるかなと思います。まあ、もうちょっとね強いアクションを加えたいとか、ジグに動きをつけたいっていう時には、まあ5番パワーとかね、ちょっとパワー上げていくような感じでなると思いますけど、とりあえず最初の流しなんで様子見で4番パワー でラインがオシア8の、3号ですね。でリーダーがオシアリーダーフロロの、12号、それにルアーがサーディンウェーバーロングの250で、潮そんな流れてないですね。
結構ポールで当たるやつもね多いと思うんですよ。イカ食ってる時は結構ねポールで当たったりするんで、テールフックも、つけてます。食い上げたっつ、今ねジグ持ち上げられて食い上がってきましたね。深いですからね、上げてくるまでまあまあ時間かかりますけど、下から20ぐらいですかね。どっちのフックにかかってるかで、フロントフックにかかってる場合にはしゃくりで、要するにジグが上がってくるときに食って、テールフックにかかってるときにはまあポールで食ってるっていうね、その日の流れがよくわかりますからね。見えてきた見えてきた、まあそんなに大きくはないですけど、まあ嬉しい値ですね。まあとりあえず、はい、ありがとうございます。普通にフロントフックだからしゃくりでも食うと思いますね。はい、はい、まああのこっちでいうヤズですね。ヤズ、まあわらさまではいかないですね、稲田の大きいような感じですけど、まあ九州でいうヤズサイズですね。まあでも最初の人流し目からね、まあまあいい感じで当たってきてくれたんで、まあ状況はそんなに悪くはないと思います。でもフロントフックの方にかかってたんで、まあ普通のねちょっと早めのしゃくり、ワンピッチワークでもね食ってくると思います。まあ今ちょっとスローテになったら当たってきました。まあまだ大きくなりますからね。よっしゃ、いろんなサイズが混じってるから大きいのだけを狙うっていうのはかなり難しいですよ。まあ唯一可能性があるとしたら、やっぱり潮の変わり目ですね。潮が走るとき、もしくは潮が緩むとき、なんかこう流れが出てきたなとか、流れが止まってくるなとか、そういった時に結構大きいのがドーンと当たることは結構多いですね。ちょっと早めの、おー、食ったね、いきなり。おっしゃ、アクションを変えようと思ったら食ってきたね。さっきよりちょっといいかな。よし、さっきよりちょっといいね。今のは結構下からね、10メーター、15メーターぐらいかな。よし、さっきよりは引いてるよ。体力勝負だねこれね。水は綺麗だね。お、なんか2匹ついてるよ。船長これ10キロいったよこれ。ほらほらほら10キロ。おい。よいしょ。うわ、まだ元気だね。お、元気だね。おお、別に筋トレしてるわけじゃないからね。あの右手の筋トレをしてるわけじゃないから。よし、よっしゃ、10キロオーバー出ました。これがブリです。2匹だけど結構いいサイズだよね、2匹ともね。2匹ともいいサイズけど重いすごいね、食い合いしてる中でね、いいサイズです。いいサイズのやつは2匹も買っちゃった。11キロぐらいあるんじゃないですか。もうちょっとあるかもしれないね。あったね。早朝の干潮から昼前後に満潮を迎える今回の潮回り、
朝から2頭で3匹をキャッチするという絶好のスタートを切ったが、反応は遠のき、ここでタックルを変え探る鈴木。ちょっとタックルと、まあ、ルアーと全部変えます。流れがね、そんなにこう流れなくなったというかね、かなり緩んでしまったんで、まあ、スローで見せる釣りをやってたけど全然当たんないんでね、ちょっとリアクション的に早めの釣りですね。まあ、ロットが、オシャジガーのフルベンドですね。これの B604 に、リールがオシャジガーの、2000の NR かな、 NR の MG というギアリですね。これにラインオシャリと3号にリーダーが、オシャリーダーフローの、これが12号、それにルアーがこの限界の流れ使って相当歯型がついてますけどね、ドリフトスラッシャーの240です、ね。まあ、まだ潮止まりなんでね、これから流れが出てくるんじゃないかと。満潮を迎え、今度は下げの潮が効き始めるタイミング。お、なんかちょっと持ち上げられたような、なんか見に来たような、なんかね、ふわっとジグが上がったような気がしますけどね。久々になんかこうふわっとジグの抵抗感が消えたんでね、もしかしたら見に来たかもしれないですよ、ブリが。お、お、来た、来たよ、よっしゃ、食い上がってきた、よっしゃ、よっしゃ、下から食い上がってきました。まあ重いかな、よし、やっぱさっきのも当たりだったんですね、ふわっときたのはね。下から 10m ちょいぐらいで食ったからね。おお、そんなに小さくはないけどね。やっぱドラッグの音はいいね。竿を絞ってドラッグが出てくるとね、なんかやっぱり気持ち的になんかでかいなっていう気がしますよね。おお、綺麗に曲がってるね、ロットもね。フルベンドだからね、結構綺麗に曲がりますよ、ロットも。お、いいサイズだね、いいサイズですね。お、おっしゃー、あー、結構疲れたね。ねえ、ぽってりとして、おお、太いね、来たね、これ10あるよ、はい、来ましたね、丸々してんね、これブリだよ、ブリ、はい、来たね、はい、ああ、来たね。だんだん潮が止まってから動き出してきて、そのタイミング的にはちょうどいい。よいしょ、ういや、はい、これ寒ブリでしょ、これは。10キロはいってますね、重いもん、太いし、これはいいサイズきたね。潮の変わり目、ドーンと、そこから本当に10メーターぐらいですね、食ったのね。重い、これですよね、やっぱりね、この時期の狙うサイズというのは10キロ超えのブリ、これぞ寒ブリです、限界なのね。やりました、狙い通りの一本ですね。